はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時40分になろうとしていますね。株式市場はどうでしょうか。11月11日独身の日でございますが、株式市場はプラス178、再びちょっと上げてきましたかね。ドル円は 113.96 ですね。はい、本題いきましょう。今日ね、昨日か、恒大、中国恒大利払いの日だったんですけども、今日の記事を見てみますと、どうやら回避したと。つまり利払いを実施してですね、デフォルトを逃れたということですね。これ、時事.com の記事です。貼っておきますね。中国恒大利払い実施、デフォルト当面回避か、米報道と。ニューヨーク時事ですね。米ブルームバーグ通信は10日、経営危機に陥っている中国不動産開発大手の中国恒大集団が、この日に支払い猶予期限を迎えたドル建て社債の利払いを実施したと報じた。当面のデフォルト、過去債務不履行は回避した可能性が高いが、今後も社債の利払いや償還が相次ぐため、綱渡りの資金繰りが続きそうだと。ですね。欧州の金融市場で、株式や債券の受け渡しなどを手掛ける決済機関がブルームバーグに明らかにした。恒大はこの10月、この日が猶予期限だった3つのドル建て社債の利息計1億4800万ドル約167億円の支払いができず、30日間の支払い猶予期間に入っていた。これまでも2回別の利払い猶予期間の直前に利息は払い、デフォルトを土壇場で回避していたということですね。結局この167円を払ったということらしいです。はい。恒大は A 電気自動車 EV 関連会社株の売却を決めるなど資産売却による資金手当を急いでいる。ただ1兆9700億元34兆8000億円なんか読むたびにちょっとずつ増えてるんですけどによる巨額の債務を抱え、資金繰りは厳しい状況だということで、この記事は終わっております。ここに書いてある通り、過去2回ですね、30日本来の支払い期限を過ぎてですね、30日間余裕があって猶予があるという、なんかようわからんシステムなんですけど、その30日をギリギリにいつも払ってきました。これで多分ね、今年年内のスケジュール終わったと思うんですよ。来年あるんですけど、来年はもうちょっと大きいですね。数百億から数千億のですね、本体の償還があるはずなんですね、ドル建て債の。今は利払いですけどもね、本体の償還があるんで、その時にはいよいよ危ういかなという感じがしないでもないですね。で、567億円という1億4800万ドルというドルはですね、今の恒大にとってはかなり調達が難しいはずなんですよ。会長がその香港の数十億円の自宅売れとかなんとか言われて抵当に入れたという話がありますけど、まあそんなことをやっていても、そうそう、なんていうのかな、追いつかない状況ですね。だから、まあいずれ恒大自体はですね、デフォルトに陥るでしょうね。多分、まあそれをですね、今のところ先延ばししているという状況だと思います。で、その利払いができたのは多分ね、当局がそれなりに協力したはずです。特に中国の場合、人民元をドルに換えるというのは割合ハードルが高いはずなんですね。だから人民元を持っていても、相当の人民元を持っていてもなかなかドルに換えさせてくれない、これぐらいの額になるとね。それをだから当局が協力したんだろうなと思います。ということは、すなわち当局はいたずらな混乱というものを避けられるものなら避けたいと思ってるわけです。当局というのは共産党ですね。で、これ多分トップマターだと思うんで、習近平さんが判断してると思うんです。ちょっと都合したらいいとか、そういうことですね。
なんで、だから習近平さんの頭の中で今すぐのデフォルト、中国不動産市場のですねバブル崩壊、もう崩壊しかかってるんですけど、もう崩壊しつつあると言っていいんですけどは見たくないと、ということなんでしょうね。来年2月に北京五輪、冬季五輪が開催しますんで、まあそれまでにはですね、それまでの間にあんまりその市場が大混乱に陥るような、社会不安に陥るようなことにはしたくないというのが習近平さんの頭の中にあると思います。で、このね、恒大だけで何万戸というマンションを開発してるはずなんですね。1300案件あると言われています。ほとんどマンションと言われていまして、1つが100戸でもですね、1万3000戸なんですね。で、向こうやることでかいですからね、1物件100戸よりも大きいんちゃうかなと思って、平均がね。日本はね、土地のサイズが小さいですから、都心なんかそんなもん、山手線の内側で100戸の物件とかなら大きいですけど、向こうはそういう開発はあんまりしなくてですね、ドカーンと郊外にありますでしょ。ああいうのが1300あるらしい。あかんやんそれみたいな。で、その仮に100戸だとしても13万戸13万戸ですか、1300物件ですから、ゼロ2つけるから、その13万戸あるわけですね。13万戸あって、その全部仮に売れたとして、13万戸のうち10万戸売れたとしましょうか。すでに、皆さんというか一般の方が3割4割の日本除手付金を払ってこのマンションを買うたという状態になっていたとします。で、恒大の現場ですね、1回全部止まりました。先月の終わり頃ね。で、今順次始まっているということも伝えられていますけど、どうなんでしょうね、全部始まったかどうか知りませんけども。で、それらはですね、健全な不動産会社が引き継いでですね、建築を進めて新しい業者が引き継いでですね、購入者に引き渡すということをしているというふうに一部伝えられましたが、それが どんだけうまくいってるのかどうかはよう分かりませんし、多分ね、あの国でね、そんなね、ややこしいことがね、簡単にスムーズにいくとは私はとても思えないんですよ。そこで必ずずるいことして自分だけ得しようというやつが生まれてくるんですよ。エンドユーザーも含めてね、不動産会社も含めてね、必ずそこで何かの動きがあってちょっとした混乱は起きるんでしょう。でもちょっとした混乱ぐらいなら僕はすぐに抑えられますんで、表に出ずに済むということもありえますけども、まあどう言いましょうね、中国各地で、マンションも値下がりを始めたという記事もあります。で、融資が止まってるんで新たな開発はやりにくい状況ということも伝えられています。ですので、ちょっと今までね、その開発をやりすぎたと考えられますね。今空室がね、いろんなニュースによって言うことちゃうんですけど、1億個あるらしいですよ。多分1億あるんちゃうかなと思うんですね。あの国やることでかいですからね、1億個マンション空いてると、いや、仮にそうだとするとですね、その皆さんそのね、1億個には全部融資がついてるわけですよ。で、それを返さなあかんわけですよね、買った方はね。返さなあかんわけですから、返すんですけども、今までは買うた値段が例えば5000万で買われたら必ず6000万や7000万や場合によっては1億で売れてたわけですよ。だから5000万分のローンつけてですね、それを返済してるわけですけども、その返済がですね、きつくなってきたら、まあ、売らざるを得ないわけですよね。で、5000万で買うたマンションを今は5000万で売れてるのかなっていう感じがしますね。で、まあどうでしょう、買い値を割ってる可能性もありますね、人によってはね。そうするとその1億個分ぐらいの流動資産、流動性のあるマンションがですね、順次市場に出てきたりすると、それは偉いことですよ。しかし、買った方はね、日本中住宅ローンみたいな払わなあかんから、いつかは手放すわけであって、値上がりしてりゃいいんですけど、今後値下がりに転じた時っていうのは損切りで売るしかないみたいな状態になっていくんちゃうんかなと思われますね。つまり構造的に全然無理があるんですよ、向こうの不動産開発っていうのは。だって年収の100倍ですよ。
その辺の普通のマンションが。もう上海でね、マンション1個しか買えへんけど、同じお金で日本でやったら東京ではビル1個買えるって言われてるんですよ。まあそんだけね、向こうが豊かであればいいんですけど、全然あの1人当たりの GDP なんてまだまだ安いもんなんで、そうなりますとね、そうなりますとどこかでそういうことは調整をせざるを得なくなって、それがバブル崩壊って言うんですけど、この目先恒大はですね、こうやって当局がある程度協力したんでですね、デフォルトを逃れたかもしれませんけども、中長期というか1年2年という単位で見ればですね、もう調整はもう迫っているということだと思います。だから、まあ、一つの目安として中国は北京五輪が無事に終わるまではですね、あんまりこの荒々なことはしないと思うんで、恒大も来年1月2月に確か社債の償還ありましたけど、それはそれなりになんかうまくやるか、ちゃんと返すのか、うまくやるのか分かりませんけども、2月のその北京五輪終わるまではですね、3月になるんですかね、パラリンピックまで入れると、まではそんなに大きな動きはないんちゃうかなというふうに私は思っております。ですんで、まあ、ちょっとしばらく眺めてようという感じです。このジジ .com のサイト貼っておきますので、もう私全部読みましたけども、ご自身確かめられたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。